ただいま。あれ、兄さんがいない。ねえ泉さん、兄さんは？ああ、凛なら昼間出かけたきり戻ってこないよ。あいつのことだ。パーティーのことなんて忘れちまったんじゃないか。そんみんなで食べようぜ。いただきます。そういえば幽霊さんの噂を聞いたことがあるよ。大昔漁に出たまま戻らなかった船が今も沖を漂っているんだって。その船に乗った人は漁師さんに気に入られると帰ってこられるみたい。しかも釣った魚をお土産にもらえるらしいよ。もしかして兄さんも？まさか、俺はそういう話は信じないの。まあせっかくだし美味しく食べればいいんじゃね。うん、そうだね。ねえ兄さん、来年はカニをお願いね。なんだと？カニもいいけど父さんはフカヒレだともっと嬉しいな。それってサメじゃねえか。お前ら勝手なこと言うな。今日一日俺がどんな目にあったか。ねえ兄さん、漁師になったらどうかな。うん、海の男か、いいんじゃないか。やった、進路が決まったね。おめでとう兄さん。よし、乾杯するぞ。乾杯。乾杯。海の男か。海の男には無理だし、進路とか違えし。だから人の話を聞け。